させてもらってよりね。あのー、議論が発展していくように、えー、こう。今すぐでさせてもらったさせてもらったって感じですねで。役職者に関してはとりあえず一周目潜伏でいいかなと思ってます。で、あの1、ー、周目発言聞いて圧倒的に変なところ発見していって発見していったら自分のタイミングで出てほしいなと思ってるし。まあ、もちろん。 これ3 c 後とかになってしまった場合だったらあのいいタイミングであのおのが出てくれたらいいなと思ってます。2週目頑張ります。9番のプレイヤーは発言してください。はい、9番です。お願いします。まあ8番に関しては、まあ別に、まあちょ,ちょっとぐらいは、まあ潜伏した方がよくねってちょっとぐらいは思ってるんですけど、まあ、別にどうでもいいですね。まあ8番が2週目。 8番の審議って、2周目以降やし、8番が審議に取られる、それで取られると思ってるなら、別にいいんじゃないですか。陣外やったらあ、出てきちゃった陣外だったんだ、ぐらいで、まあ、現状わかんないんですけど。はい。まあ自分としては、まあ、自分としてはっていうか、霊能に関しては1周目から出てきてほしいかなっ思ってます。まあ その人の精査がいらなくなるんで、シンプルにできてほしいなって思ってます。はい、以上。1番のプレイヤーは発言してください。さいうーん、まあ、占い師っていうのは平安村そうないと思うから、それを天秤にかけて、どっちが進化っていうのを見極めるつも,あつもりではいます。 9番さんが、ちょっとなんか、テンションがローだったので、うん、まず2周目かなと思ってます。どうぞ。2>, 2番のプレイヤーは発言して,発言してください。え、待って、テンションがローだったってどういう感じな,なんか、<laughs> なんかその、若干、なんかさ、その、なんていうの何セオリーに対して、 イチャモンをつける感じがってことだったらわからんでもないけどわからんかない別にうち9番がテンションローだったわってほどのやつじゃなかった分かんなかったかといってじゃあそれをって1番がローっぽいとかもない <laughs> 分かんないあでもなんかそのうちねなんかね進行論みたいな占いがどうだこうだどんどんパーみたいなのって 3人目までが許されると思うけど、言っちゃうけど、うちはね、9人は何でもいいと思うよ。最初に出てくるのが普通だと思う。セオリーとかも多分ないと思う。分かんないけど、昔あったけど、多分常人は何でもいいと思うよ。で、9が7代なんでしょう。俺は分かんなくない。で、揃うーまで分かんなくない。いや、もう9も1も何もないよ。よ、まあ、思ったぐらいって感じ3番のプレイヤーは発言してください。はい。あ、8が7人ね。うん。あ、2番に言うと。 テンションがローって、テンションが低いじゃなくて、テンションが人狼ってことでいいんだよね。テンションが人狼のロ,ローのことだよね、多分。一番の感覚の世界だからね。まあ、理由付けがあればいいけど、まあ、フィーリングだからね。これが難しいですよね、言語化するのは。うん。だから二番も不思議に思うっていう。一番の感覚だから、九番なんか怪しく感じた。うん。白も黒も分かんないって感じですけどもね。はい。八番に関しては、一周目でも二周目でもどっちでもいいとは思いますけど、<laughs> 7城を持ってて隠れることも議論発展になるかもしれないし。今は出ることも議論発展になるかもしれないんで。まあ、あっちが死んだったら、まあやりたいようにやればいいんじゃないですか。だから一応7番から裏山が出るっていうマイナス点もなきにしまらずっていう。一応ね。はいはい。4番。 のプレイヤーは発言してください。二、まあまあ、番さんが白です。箱お願いします。ということで、まあ九番さんが強授なのか、は狼あ、ごめんなさい、八番さんが強授なのか、狼さん、狼さんなのかわかりません。まあ、なんですけど、八番が狼軸で考えたときに、九番が八番に対してって、ちょっと皮肉っぽい言い方をしてるのね。まあなんか。 多分9番ってどちらかというと8番の位置だったら出ない方がいい推奨の考察を結構ナチュラル、綺麗にスムーズに落としてくれてると思ってるのね。まあ、8切れってなったら上手だけど。だから、なんか9番の8番の増え方が見えないから8黒軸の9番はないかなと。1番3番はなんかよくわかんないですね。1番さんは何あのどっちが真偽か確かめようか三3使用を想定してない人物、なんか俯瞰してる人物。3番さんの言ってることはちょっとごめん、全然理解ができなかったから、テンションが狼。 そのままスッと受け入れるのもよく分かんないなと思ったからまあ現状9番が普通で一旦ともに印象悪いですね5番のプレイヤーは発言してください、はい、えっとね48は4の方が まあ後半位置の発言っていうのもあるけど、印象が良かったな。8番に関して思ったのは、8番視点っていうのが、ドーン進行別に強くないと思っていて、その位置で1周目から出るんだったら、役職も1周目から出てほしくないのかなって思って。8番以外の役職。で、それを潜伏でいいって言ったのが、なんか、ごめん。8番の持ってる思考だと、そういう発言になるのかなっていう違和感がずっとあった。まあ、誰も拾わなかったけど。えっと、2番の軽さを感じていて、 なななんんかあままロっっっぽくないてなて思ってます狂人は全然あると思ってるえっと3番が一番なんか違和感かなって思ってて8番に対する言及で出ても出なくても議論発展どうのこうのってすごいなんか触れたいのか触れたくないのかよくわからない触れ方をしたからなんか3番が一番怪しいなって思っててグレズリなら3番かなって思ってる6番のプレイヤーは発言してください うーん。4と8な。まあ、2週目の発言期間とはわからんけど、占い師としてちゃんと発言できたの、1週目なんかでは4の方がちょっと若干ちゃんと発言できたかなっていうふうに思っているかな。で、1言ってるのってみんななんか狼って解釈してるけど、低いって意味ちゃうの ?9 ってテンション低かったから。なんか、うん。だからそこ行ってんちゃうのな。らそこ2週目聞けばいいんちゃうのかなって思っているかな。 1周目出る2周目出るとかもうどうでもよくてもう1周目出ちゃってんだから2周潜伏したらよくねとかの議論全部不毛やと思ってるしなんか色見えねえ村やなと思っているかなうんなんか5のね2に対する軽さの強さは良かったと思うねんけど3の強さはちょっとなんかじそこまで変やったって思った7番のプレイヤーは発言してください はい、例能なんで、まあ最終ポジなんで、2周目、まあ正しい進行を取っていくんで、まあついてきてほしいなって。あららもう一回ぐるっと一周聞いて、まあ8と4の釣り位置に一本一本行くか、あまあ俺がちょっと思うランテージ2本。委託してから考えます。かなもしくは騎士出てくれたら、まあ騎士と話し合うか。まあ騎士が7番さん最後やし、いい,しい,ね、いいよって言ってくれるんやったら、 まあどっちかで温度取るわ。4、8の釣りたいところ1本。おわ。俺の乱して。まあだから8と4は釣り位置。まあはじまさんは焦手やからね。気になる位置言ってほしいかな。まあ釣り位置言えたら言え。1本。2本はちょっと多い。1本どっちか絞る。4番も。釣り位置1本1本お願いします。気になる位置でもいいよ。4と8ね。どっちかで行くわ。4と8の釣り位置か。俺が思うランテージか。はい。まあついてきてください。はい。8番。 ううのプレイヤー発言してください,ださいまあ、1番、5番、6番かな、はいあのー。3番はあくまでも進行論に対して言ってるから、4番、3番は別 G だなと思ったんで、でそこに5番さんがきょ、あのー、3番が、うんっていう発言をしているから、5番どうなのかなと思ったけど、5番よりも6番の破片だなと思ったし。 <laughs> 3番から2番、あ、三番から二番ちょっと忘れてた、何番から2番か分かんないけど、軽そうだなっていう発言された方、まあいいなと思ってて、まあ確かに軽そうだなって、そもそも8番がちあの占い師で出てきてないっていう、えー、出てきてるっていうことすらも、あの把握漏れを起こしてる2番だから、あんまり、そのなんだろう、老要素を感じないというか、把握漏れというか、その把握漏れの仕方がが老っぽくないなっていう感じでしたね。はい、かな。 あの6番さんが言っていたのが6番さんの5番さんちょ,ちょっと忘れちゃったんですけどどっちかが多分6番だったと思ってたんだけどあの潜伏進行をしている場合にあ1週目に出てきた場合に仮と,、えー、と霊能も1週目から出てほしいっていうふうにならないのかなみたいなこと言ってたんだけどいやならないですねでしかも自分 にあの2週目になったら、おののが出てくれたらいいかなっていうふうに思っててって発言も残してるし、1週目は出ないでください、潜伏しておいてくださいって言っただけの話なんで、なんか結構こうねじ曲げてきてるなっていうふうに思ってましたね。はい。まこ、あ、んなもんかなー。はい。で、9番に関してはま、まじでわかんなかった。はい、全くわかんなかったですね。1番はなんか変だなって普通に思ってたんで、はい、ぐらいですね。15。

でロジックもなんか、ね、ロジックもなんか、一番から借りてたのめちゃくちゃでかくて、一番が優位する見れない位置で、4番から3番に殴りを飛ばす段階で、5番っていうのは乗っかってる、で、4番、5番って、まあ、なんだろう、まあ、5番もそうだけど、少なからず不平等な精査をしてるかなって思ったのが、8番に対して、なんかそこ、その位置で出るんやったら、逆に出てほし,しいって思わないのかとか、別に。 シンプル、俺が8番に思ったのは、8番シーンで潜伏しない、うんうんって言われるのが、言われて8番のシーンが落ちるのが大丈夫かなって思ったから、8番潜伏した方がよくねって俺は思ったから、別に8番がそれでシーン取れるなら、どっちでもいいよって、9番なんですよね。だから五番が、4番と5番が3番、1番に対して、5番は違うけど、4番が3番、1番に対して印象が悪いって。 一番は分かるんですけど、三番の印象が悪いが全然分かんなくて、四番五番って不良度せいさしてるなって思ってるから、三番か五番にいるんじゃないかなって、現状思ってるんですけど、一番三も九番村でいいですよね。四番が九番ないって言ってて、八番に関しても四番九番測ってないから、盤面的に九番しろなんで、お願いします、一番さん、はい、以上。一番のプレイヤーは発言してください。<laughs> なんか、九番さんの意見ってすげえ黒くなってるんだけど、俺のせ、俺の気間違いかな。まぁ、あ、ちょっと一本姿勢はやめとこう。投票ちょっと見たいから、159で行こっか。159? <laughs> うん。まぁ、あ、俺しかいないから、どうせ明日俺いねえから。 まあ、この場合はどっちも守るべきかだな。<laughs> っていうか、なんかね、人外一人しか出てなくね。<laughs> うん。これ一人だろう。ね。ぶつか新占いだから。二人、うん、も出てたら大問題だよね。うん、新占い何やってんだって話だろ。落ち,落ち着いてくんない結<構>一番難しい戦いなんだ。結構二人がい,い,いる状態だから。 どこつっても当たりそうな気がする。だ思うので、もう何番指定じゃなくてさ、まあの、好きなところ、入れちゃいないよ。以上。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。さい待って、4と8が占い師で、1が、えーって、カ仮ドマクーつける。あ、つけれないです。喋りながらだとさ、真ん中に出てくるから無理やね。で、 うんと、あ、4がうち白って言ってくれてる。え、ありがとう、好きって思った。で、え、なんかさ、ずっとさ、1が出てこないから、アルティメット人狼みたいな。意味間違ってるかもわかんないけど、なんか誰もわかんない中でやっていく、みたいな感じかと思ったけど、違うんだね。出てきたわ。で、うーん、8は7白なんかな。7に村マークついてるんだけどね。 え、うちさ、5がさ、うちのこと褒めてくれたからみたいな要素あるけど、5は残しておいてよくないってちょっと思っちゃったの。だめかなえー、え、一度言ってるせいさでよくないわかんないけど。3番のプレイヤーは発言してください。一応言ってんのだとね、あの、1番も含めちゃってるけど、159とか、59って言ってるけどね、1番は。うん ってなれば2番さんどうすんの ?5 級裏だら5番弾くってことですか ?5 級の色を見た方が多分いいと思いますよね。それとれ占い信限は違うんだけど、どちらかつってどちらかの色味統一で占ってみた方が俺はいいような気がするけど。6だとこの便乗臭がするっていうところが一つ気になるところ。2番だとこの色が見えないっていうのが気にはなるけど、他9を釣ってみるって、占い信は違うんですよ、2人とも。らどっちかとライン切ってるとか、そのままのラインがあるとか。 うん、6番の話聞いてないから分かんないけど、裏谷信玄がはっきりしてる分だけ、色を見る価値はあるんじゃないかなと思ってますよ。あ一応2番でいいけど、8が7しろ、7が0、4が2しろ、1番騎士ね。はい。5、級どちらからだと思いますね。はい。4番のプレイヤーは発言,発言してください。なんか難しい場面ですね。ま,あ、まず、 八番さんのお菓子のとこは早速7番さんに一本していただいてて、156って言ってるところね。で、9番は僕の話を聞いてないんだと思うんだけど3番が番が、3番が、2番が、ん ?3 番が、2番か1番かどっちか忘れっちゃったんだけど、なんかその小色のトーンで人狼じゃないっていう考え方を受け入れるのが理解ができない。結局それで答え出してないことだから、なんかそれよくわかんないなぐらい。で、3番は9番が、 えっと、正してくれてるのに、9、9、5ってなる位置が分かんない。そもそも5、6の4、8審議なんて、8番なんかトップバッターで、なんか、何、進行論みたいなことしか言ってないわけだから、4の方が印象になるってならないと思うんだよな。だから、まあ、スリーにも感じちゃったし、なんか全部変だなと思ってるから、ちょっとあんま村が拾えてない状況ですね。まあ、身長的には僕は5番、6番印象いいけど、逆になるのかなと思うけど、4番の方が、まあ、その僕の講座と聞いて、 そこだけで判断してたっていうのは、6番は言ってたから、まあ5番も言ってたかもしれないんですけど、なんか、細かい要素の話ですね。まあだかわ分かりません。で、8番が狼だと思ってるから、まあ156って言ってたから、まあ3級のどちらかでいいかなと思ってるんだけど、たまが9番受けれてもよく分かんないし、9番が僕の話をちょっと理解してないぐらいもよく分かんないですね。なんだ単体で弾いてあげてるぐらいの話なので、わ、まあ、かりませんね。本。 うんまあでも3かな3にしようかな、はい、1本あげるなら3番です、はい、5番のプレイヤーは発言してくださいえっとね2周目聞くとなんか白い人いなくなったなって思っちゃってなんか2番視点って4番5番とか全然多いのに5番は 白はじきするんだって思って、すごい適当な精査してんだって、2種目を持った。えっと、3番の色が本当に見えないから、僕も3番釣ればいいかなって思ってます。3番自身が色を落としていない人物なので、まあ、釣るんだったら3番かなって思ってる。4番、8番の精査は8番の方が印象が悪く2種だと思っていて、その理由っていうのが、えっと、 1周目に2番が軽いという精査を落とした人はいいなっていう発言を残しているにもかかわらず、8番って5番、6番、1番っていう、えー、っと怪しみに位置を上げたのね5番が2番を軽いといい、6番はそ,れをその精査がいいなって言ってる人物だから、8番視点5番、6番になる人と思えない、ねはい。9番もおかしいと思って3番が色る見えないんで3番でいい。6番のプレイヤーは発言してください。 うーん、自身の来世では参加語かなっていうふうに7に提案するが、そこが一番考察進めれる位置になっちゃうかなと思っているかな。うーんとね、3は本番に色見えん、結果2周目じゃ何が言いたかったのっていうか、自身の思考落としてない人物が3やと思っているんだよね。占い精査とスケールは5とは合っているがていって感じかな。 ものすげえ仕組み落としたけど。て結果え、俺たちは6枚取りしてる人物ないいんで、ね、シーンやったら落ち度作りすぎやと思うけど、それ一瞬でそれ言ったの、これじゃなくて5ね。占ないシーンや真逆なんだよ。役が一瞬目出てこんのかっていう発言ね。ねちょっと落ち度ありすぎかなと思っているかな。うーん。で、えっと、3語でいいと思うねんけど、9の色がめっちゃ気になるんだよ。あの、 わ俺、白でいいよねって、いらん発言して、線でいいと思うし、もう村でいいよねって発言さ、一周目の発言でしか聞いてないから、そのうちにその発言するのって、めちゃくちゃ違和感あった。うーん。<laughs> 2の中身は分からん。ね、もうさ、デフォルトそういう人やったら、そういう、いのその頃で考察していくしかないから。村の間ね、八の箱俺がひどすぎるし、あ変に塗っているところから。じゃあ、 例えば八の発言の中で二軽いって正解してい一の一ってなったら五六まず弾けると思うし、なのに五六を縄に上げて五と六の要素をちゃんと聞いてなくて適当に喋っている人物というのが八の若干の偽要素だと思っているかな現状。一まいないから奇しくなるけどゲームだった。九の色気になるが今日三号の欄の方が全体的に見えるんじゃないかなと思っている。 んなんだ、あのプレイヤーは発言してください。さいはい。まあ、2周目ね、8から6番さんのお話ずっと聞いて、もう釣り位置、2番1本してします。2番さん全員釣ってください。っていうのは冗談すいません。多分2番さんドキッとしたんちゃうかなと思うんで。まあ、とりあえず8番さん2番ぐなっとこうか。釣んなくていいよ。時間がもったいない。 8番は2番売らない。番がローだったら好いだけど。売られんじゃない ?6 だったら。4番さんは好きなところ構えなければ。日本にして出してくる。今日は3 5ランでいいかなって。4番さんが3か9、う<も>んだところ3番でいいんじゃないかな。8番さんは156、1カリュード、56でいいかな。いいまあ6番さんはあまり、番村だったらめんどくさいしも。 え、五番さん自身も釣るなら三番、ね、言ってるんで。俺も別に59。じゃあ4番が三、まあ結果八番は五六、まあ五番でいいでしょう、う八番さん。まあ2占って二白やったらね、ね六番。もし五番白結果やったら八番白六に向くんで。9番にもね。ああ、それでいい,い,いでしょう、う八番さん。それの進行を取るべきだ。まあ四番さんはいいでしょう。七番,番に言ってるよ、59プラス6 9の話聞いて569の26。6 2枚<で>用<番>やればよかったけど。八、OK、番さんは2占っとこう。 結構2番俺人路あるかなと思っちゃってるんで。あ、持ってる可能性はゼロではない思うんで。結構みんなから、ね、話は聞けてなね、リラックス、気楽や、まあ、結構人路を見てきたんで、いやいや気楽っつか話を聞けてないんだよ。若い,いところ聞けてないよ。よ絶対釣られへんからね。だから8番に言わない人をし,てほしい、まあ、カリは俺語が欲しいかな。3、号ラン非常に大事かなと思ってるんで、まあその色、大事かな。3の色、5の色、どっちかされると思うんで。同票だったら、 僕に合わせてください。以上です。投票を始めてください。俺しても5番か9番の色見をした方がいいに決まってるからあ6番のはまあとりあえず占い師にははっきりしてるっていう点で俺視点はその方が多分視点が詰まる可能性があるからそれだけの理由なんだけどはい3番のプレイヤーが選ばれましたゲームやめたらいいと思うよこいつもう7番ってもう もうダメだ、これ。3番のプレイもうかいもんになんねえ。霊能がいるわな。59、569二浪構成で3番っていうのが最初だろう、まずよ。っかいもんになんねえ。乱指定するよな、こいつは。毎度何回戦って俺のメタも拾えねえんだろうよ。俺が言ってるの最初だろう、まずよ。もうダメだわこの霊能よ。まだ9番がまともでよかったわ。 はわからんっていうか、2番って6いってんの ?6 もね、変なんだよ。だから569の二郎構成を追わないといけないところの盤面で、56が8にセラって言ってる状況で3するってもう話になるんねえだろ。5番の色を色味して、4交なのか58なのかっていう色味をするべきだったんだよ。占い審議はっきりしてるからでしてないんだったら6番3番なんだけど。 僕は占い師にしている。六三がまあ六あまあ五六九占い師にしてるよ。三番以外。このところの色味をして色見て、本当に何色かを見るべきなんだよ。本当は霊能は三の人なんてつまなくしていいよ5。言ってんじゃん占い師にははっきりしてることがおかしいんだって。七番。守る価値はない。いいよ。一番守る価値ないよ。守らなくていいこんな霊能は。八番のプレイヤ発言,なな発言してください。 2>, あのー、2番なんて裏ならなくていいよ。<れ>なんで出ねえんだよ、まずよ。やべえこいねえわ最悪なんで狩人は7番を守らなかったのかな、そうですね。2番が狩りだったら7番<の>守らないことが新主張だから 1> あの。1番の発言引きますけど、どっちかが正ですね。1> か1黒なのか。 なんで出ねえんだろう、<の>出ねえことで。一番、五番、六番、掲示下で言って、五番、六番から、あの、八番正さっていうのが、もう違和感でしかなかったなんですよ。二に対して軽い表あの表現がいいなとは言ったけれども、だって進行論言って、四も言ってたけどさ、ね、あの、対抗の。進行論出ないことで。言ってるだけで、四もずなりになってんだよ。五<よ>番、六番。 買い物になんねえな。エンドに霊がいるんだろこ<や>の状況で無駄なことしてんだよ。番人でええー、サンクロ、サンクロはないっすよね。サンクロはないよね。サンクロ、サンクロで、サンクロあるんですか。サンクロで。サンクで。あいや、俺<村>、無駄<村>なんでいいでしょ、これ。 村なんで、もうこれ外すわ。うの<ー>通りやります。もう別に、あれが、あ、これ関係ない関係ない、真面目。俺、村、村です。娘むむ村です。4番の9番アナがめちゃくちゃ消せないんですけど。い,けどいいでしょ誰か分かる人いますかこの気持ち。4番って1周目。9番から8番が、8番が狼で9番がないって言ってんのに、9番アナにしてるんですけど、この人。めちゃくちゃ消せないですね。 三級と一応は言って、しか出ないんですよんなシーンならば、八番に、七番に言われに売らない。あの、だらごとしてるから勝てなくなるないって、普通に騎士が出て、七番,番に考えさせないと。 この霊イがいる時点で無理に決まってんだろう。作戦の意図がないんだもん。スタンド人はもう明確に言ってたら、占い神器をつけてることが変だもんの。占い神器のレイボーがない。かだから、ゴールフ級の方の2倍のランテージも正しかったんだけど、本当に。標準レイボーが出ないんだから。 48だ守られてないよっていうところで二の真の可能性を置48どっちか。まあ一番さん決めていいんじゃない ?48 どっちか。はい、以上です。一番のプレイヤーは発言してください。てさいっていうか最初にルール説明で二日目に役出てくのダメって言ってるんだから。まあ二番の3ですね、ルルそのルールは。2番の3ですね。ルルあてが、彼だからどうなるのか。 霊能と占いの話かもしれないです。霊能と占いの話。え、嘘だ。そんなルール説明したえ、したならごめん。本当にごめん。霊と占いがの話。スムラの役語りがダメなだじゃないのえ、ごめん。え、申し訳ない。え、なんか誰ッチカ日目で出るのダメなのこれ。アイコンが出てた場合はどうなのチャットでいいわ。ルーマスだまか知らないけど言って、え、ダメなのえ、そんなルールある いや、チャットのとかじゃなくてこれシステムだからいいでしょ白。え、の白い,いのみ初日、シスだからカリウドいいんだよね。ねカリウド2いいって日目で出ちゃダメなんて聞いたことないよ。キシは加するいなんだよキシは。いや、ダメだ,だったらうちに行くのに。キシはオッケー、ロックのルールなの見ろえルール違反してる。え、とりあえずかて。違反 誰がルーマスか知らないけど。6番が書いてんだからもう黙って聞いとけもう。<laughs> ルーマスこれダメ、まあ、ダメだったらお話にならないけど。ダメではない。ほんと、ごめんなさいだから。ちャッと見れないのこの子。言わないってことはなな。例占いの何で言わないのルーマスも。え、いいんだよね誰が,がルーマスで黙れてるのル6のチャット見てください。え、ごめん、そんなルール聞いたことないし。<laughs> でも ダメだったらご、ごめん。うちが把握漏れてるから、ごめん。めっちゃ謝りたい。本当に申し訳ないから。で言って、時間、コイン、時間が。2番のプレイによって、3の村が連れ、連れ、連られてんの ?7 がルーマスなんだ。え、ダメだったのえ、いいと思ってた。 え、ダメだったっぽいえみ、みんな言ってんじゃん。ダメだったじゃなくて、っっ 1>, 1番が出てんのに2番が出なかったことはダメなんだよ。ルールすればダメだったならダメだったでさ。うち何も言えないしこで3番の人が釣られるし、生産が変わるのえ、やばくないで誰も言えなのにダメだったってことあなたが出ないことが本当にデメリットになってんの,のそもそもあんまり話を聞いてなかったから別にいいんじゃないので、1番はどこ声 ?1 番さんはご遠行ってください。 一番さんご衛先貼ってください。<laughs> そうやば。じゃあ、じゃあいいや。い <laughs> え、じゃあもう8釣りでいいんじゃないで、8釣りで、まあ多分1、人が4、声なら4が死ぬでしょう。でうん、ちょっと待って。あって一番狼だから、 でも2番さん今のシンっぽいよね、結構ね。だから、下げな気がするけど。いいんじゃないですかそれで。はい。ま、で、8ずりの、えっと、1番が、あ、いや、2番の方がシンっぽいな。1番が中声えで、えっと、2番が5、6のどっちか声でいいんじゃないはい。ま、で、ワンチャン僕が噛まれなかったときは、 まあでも噛まれるか。そのシングどっちじゃないですよ。あんま意味ねえな、この指定も。うん。いや、まあそうですね。はい。まあでも一番が狼だったら多分四神って入んない可能性があるから、まあそうですね。一番が9声、二番が5、6声でいいんじゃないで、なんか9番やっぱ強靭さいけどな。僕、そもそも8番が狼かどうかなんか分かんないし、あの8番が黒っかっていう時は9番を省いてるだけだから、そもそも単体制裁した時に3級が気になる。で、3級で優先順位つけるんだったら3ツルだから、9占いになるじゃない 8番が強人なのかもしれないし。だから9、強人くせえんだよな。1、8に見えんのよ。だから5、6って多分、4の芯、問診してんじゃないと思うんだけどな。どうだろう。はい。4番が芯だったらね、次で言わせてもら 2> 2 5、5がやたら8番を見せらと言ってますけど、5<番>、5 8とか6、8とか追うべきでしょ。しまともな人は3、5だったら5番とか、まあ、番はは8、3でそんなラインなんかベタベタに作んない, 2> 2番はを聞いて番をないな4番が芯だったらね、まあいいや、それは。はい と9番の二元球が俺は通ってると思ってるから。はい。とか4番、8番のランでいいかなって思ってます。うん、なんか4番が1番ローカで5番、6番白はじきしたのがすごい違和感ですね 2> 番,2番の新目ってどこで感じたないので後付けで4守りってそこで9番の言ってることが正しいのかい ?2 番があの発言強じでやんのあの音ボケ発言するの番、相方軸はほぼ4、6ホールしかないと思ってます。 えっと5番って4の印象がいいって言ってて、6番ってそれに乗ってるからね。難しいねー。まあ、4番、8番。ルール違反では見ない、ね、日本も考えろよ、こいつはよ。6番プレイヤーは。6のチャットでルール違反じゃないだろう。うルール違反ではないけど、進行上マナー的な問題がある1が出てるもので出ないってい。 2番の行動は、マナー的な進行上の問題であって、ルール違反ではない。1が出るのに潜伏してて、8から占われるような士が大問題。8が死んだったらどうするんだって話。勘違いしてるのか分からんけど、そういう要素を落とされると、精査に濁るんだよね。2番に黒を打てばいいのに、ね、気がするけどねっ。なんで2番に黒じゃないんだろう。進行に対して言ったの5だけやからね。なんかそこら辺の微妙なさ、把握漏れ なのか、熱動なのか分からんけどさ、黒塗りしたいんか分からんけどさ、めちゃくちゃ濁るんよ。うーん、3の黒全然あり得ると思うよ。だってさ、7に声寄せていると思っても7紙入るんでしょ。で、さ昨日遺言,言なかったんやに。 一言も喋らずに切っ,てったの当たり前だろ。3番の人が怒るに決まってんだろ。騎士がしっかり覚えろ。どうしようもないレベルの奴らに話すことがないんだよ。つまり村格だ。フィルちゃんのメタだ。もうこれ確定、確定村だ。陣外の時は話してる何かしら。んだって村の時には言葉を入れる。れ本来は話さないけど言言し話します。今回は言葉が入ってる時は村。 でその議論あってんのが一切ない話になんねえだろ。だろ占い審議つけてるやつを釣れない村なんて話になんないんだろう。記事にちゃんと仕事してねえで俺もちゃんと作戦立てで言ってるも,るも霊能が参考なんて、569のランだはまともなやつは。半々弾くわ。占い審議がはっきりしてるところの色味をするのが、絶対背負いで。こんな霊能もいる。56。 569、バカめは9番だろうかもしんないけど、うん、56が投票してるとか、投票を始めてくださいもにならないやつらが多い村で、で、2番が出てこない。こういう村で語ることがないだろう、何語ればいいんだよ。どうしようもない村だってことは、この動画内では語ってるけど、ゲーム内で語る必要はないだろう、だどうしようもないんだから。論外のやつらに論外って言うこともないだろう、もう語っても日本語通じないんだから、この村には。 8番のプレイヤーは発言して,言してください。いや、あのー、48ローラー3ローっていうのは飲めたとしても、6番絶対あり得るから普通に。あのー、濁るんだけどじゃなくて、そもそも初手の段階で進行論しか言ってない、えー、8番がいて四番4番だったってことだよ。いつまり2番が出なかったことが本当に致命傷だったってことだよ。ねあのー 何四番の占い師 2> 2番がちゃんとゲームをしなかったことがのは八、ね、番と四番のシーンで、六番でどこでつけた一週目って。八番がどうして二番に黒じゃないんだろうなと俺は思ったよ。ええ八番から四番まで喋った時に。 ねあのー、4番さんの方が伸びる方ではないか、ね、りってない。6番はそれに対して、この辺どうなん何言ってんの,の ?46 でしかないと思ってんだけど、5番さんで言ってる通り。てい9が強人なら14と,とかになるけど、14とかになるけど、9が強人だったらね、うん、一応、スムラの強人あたりかもしれないし、ローかもしれないし、番。ああ 4番が3九って言って、9番を入れてるから、で、あの白を打ってるから4九とかもあるかも一応言ってきます。はい。もう疲れるわ。負けるべくして負けてる。2番の人がすぐ出なければいけない。対抗出たらね、これルール違反ではないよ。占い例のだけが初日出ろだから。ルール違反ではないんだけど、進行上のマナー的な問題で、1番が出てるのに、2番が騎士で出ないって。 話になんない。そしそれ、そうすることによって3番の人が釣られるんだよ、無駄に。3番の人が無駄に釣られて、無駄な生産が生まれて、7番がクロスしたかもしんないし、4発し、それか1、2行ったかもしんない。3の人が生き残ったかもしんないんだよ。3の人が、あの、申し訳ないんだけど、優れてるプレイヤーが釣られんだから話にならんでしょ。で、どうしようもないやつだけ残っていくっていう村が。 番この髪型を見た瞬間に4が偽だってことがわからないんだからこいつの4を発言してください。えおかしいでしょ ?4 してるの ?9 番のうちに行くって。56でしょあれ3クロだと思ってるの だから、41とかなんでしょえ意味、じゃあ意味わかんない。一番強人ってこと一番強人…な、何これどういう番目意味がわかんないんだけど。どういう。二番が悪いんだよ。何がしたいの苦味え、急強人だった一心で二番になった。56ってのは使い物にならないんだよ。八番のシーンを一瞬で切って。<laughs> るす,するんだったら間違いなく569だよ。この辺のいらないやつらを吸っていかないと勝てないゲームなんだよ。3の人だけ唯一まともなんだよ。4と8の真用はつけらんない。番冷静になって判断するべきだったよ。56が無駄だったらまあ、こんなやつらがいるんだから勝てるわけない。567がひどかったってエンドのやつらがまずさバがやしってたてんだから6番だ話にならんのだよ。君たちが残ってでも勝てないんだよ。でもさ、チェックしてるんだけどさ、9強人使用してんだから。 今日,の、ね、の今日がマジで教授に使用してんだったらさ、もう終了やからさ、オオカミ PP 宣言してさ、ちゃちゃっと終わろう。うっ。5、6って満点奇跡だよな。二番、ね、<laughs> がおかしいなんて。どうなってんのだリア強がいるっていう視点はわかるし、うーん、え、何これ続行すんの意味あんの <laughs> 俺は自身の村しか知らないから5番と6番が村だったらあんたたちがいたことがもう負けなんだよいた3の人だけまともない人がの残ってないんだから4と8の審議で4番に入れられるやつがまともないのが残ってないんだから無理よ自身だって他の人だったらラスブル5でしかなくて456でしかないねんけど4569やったらさもう PP 宣言しちゃうよ4166ってやつでしょ普通に考えてだるいから92が死んでんあのさ あの、一鬱うっとうしいな、お前、チャット、ごちゃごちゃ、ごちゃごちゃ。うっとうしいのお前だよ。始まってのうちで3番つるって。お前、理解してる。じゃあ、お前が強人なんか、お前強人だったら、狼勝ちでいいわ。強人しようしな。旧ルール違反やから、旧釣りで、狼勝ちでいいじゃん、もう。基づいてるとかさ、あの、思っとるだけでさ、証拠なくてもいの人を釣ってる論外だから負けるんだよ。 4と8の審議も捨てれねえで。だからこの辺をすれって俺明確に言ってんだ、6番もおかしいなって。ロー八番が西の歌う時点で、ニクロ歌わない時点で、八番の新世界に気がつかねえの、君たち。どういう打ち分けになってんの ?1 が兄弟なろ、まず。っ1、2の審議で2審だろかめん、5番目。でも1が偽だろ。安定が1審だろ、間違いなく。メタっぽく入るしさ、うっとうし。後物村は1審だろ、あんなもん。9番。 どこに一番のシーンあんだよ。まず一が二千円で、4、八は4、おそらく4が二千っていうことが見えねえんだから、一、まあ、番好きだって5、6がいたら勝てないの。3の人を釣ってしまったことなんだよ。致命的なのは2番が出ない、7番が使い物にならない、5番、6番もは。あの8番と4番の審議もつけらんない、1番、2番の審議もつけらんない。だただグレーセサだけベラ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 ,ベラ並べて、人狼ゲームができねえ奴らが残ってんだから、5、6、7、2が。 8と3がかわいそうだったゲーム。3が3残ってれば4番いきます。安定作の1番,1番か4番いきます。2>, た 1> 1 2がシです。1>, 1番の4番守りはおかしいんで、らいい明らかに。1番のプレイヤーは発言してください。9が勝つには6に入れるしかない。投票を始めてください。 真面目にやってほしいよ。14ローロ九急遽でしょ盤面的にリア教いなければ。あ、こんばんは。おっと、きれるよな。レベルが低い奴らとゲームすると。1と8、12の審議もつけらんねえし、4八の審議 ゲームつけれねえんだよこいつらゲーム終了<あ>人狼の勝ちです